こんにちは、横道それ太郎です。さあ、始まりました。ハードボイルド60分1本勝負。この番組では毎回1点、ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、今回はたくさん話したいことがあるので、まず扱う作品を発表していきましょう。今回はこちら。S. クレイグ・ザラー監督の作品で、ブルータル・ジャスティス。アメリカでは2019年、日本では2020年公開のアメリカ・カナダ合作映画となっております。前回ですね、ハロウィーンということで、まあちょっとホラー寄りというか、スリラー寄りのドントブリーズという作品を扱ったんですけども、まあ今回はちょっと、クライムフィクションというか、そっちの、まあ、本来の路線に戻しまして、このブルータル・ジャスティスを扱っていきたいと思うんですけれども、前回との流れで言うと、まあ、ドントブリーズがある種、まあ、ハードボイルドの現代的な傾向なのかなみたいな感じで、時代に取り残される、まあ、男性、特にその非常に高齢者の、まあ、その老人みたいなモチーフを扱っているっていう話をしたんですけれども、まあ、このブルータルジャスティスの主人公の二人も結構そういうような流れに位置づけられるのかなと思いますね。まあ、もちろんそれだけじゃない、広がりも持った作品なんですが、そういった面が強いかなと思います。一応31回目から40回までは洋画の広い意味でのハードボイルドの作品を取り上げて、まあ、特に新しい作品ですね、2010年代までの作品っていうのを取り上げて、まあ、そこからちょっと可能性を探っていくみたいな大冗談のテーマを掲げていて、まあ、そういう流れでいったら、まあ、最近だとパワーオブザドッグとか、あとはプロミシングヤングーマンとか、まあ、ちょっと変わりどころで言うとテネットとか、まあ、あれはハードボイルドっていうよりはちょっとスパイ映画寄りですけど、まあ、ああいうものとかがちょっと挙げられるのかなとは思うんですけど、まあ、その3つどれもちょっと噛み応えがすごいので今の僕の実力だとなかなか簡単には語りきれないなっていうところもあって避けてきたんですけど、まあ、クレイグ・ザラー監督も一つ、まあ、その2010年代の新しい形の犯罪映画みたいなテーマで言うと無視できない監督なのかなと思って今回取り上げようと思っています。ただまあ後々分かっていくと思うんですけど、ブルータルジャスティスもなかなか噛み応えがあるというか、こう一口には説明しきれない作品なんですけど、まあそういう語りにくい作品について頑張って語っていくっていうのもある種まあ僕の腕の見せ所なのかなと思うので、今回頑張ってこの分かりにくい作品っていうのの分かりにくいんですけど、しかしはっきりと面白いって感じられる、そういうまあこの映画の魅力について語っていきたいと思います。ちょっと前置きが長くなりましたが、まずはざっくりとしたあらすじからいきましょう。間もなく60歳になるベテラン刑事のブレッドは強引な捜査が原因で相棒のトニーと共に6週間の謹慎処分を受ける。安月給に苦しむ2人にとってこの処分は死活問題だ。ブレッドは難病に苦しむ妻と不良からの嫌がらせに耐える娘とを養いつつ、できれば安全な地区へと引っ越したい。トニーは彼女へのプロポーズを考えているが、昇進の話も立ち消えになり、いい返事がもらえるかどうか自信をなくしている。起死回生をかけ2人は麻薬密売人ボーゲルマンの金を横取りする計画を立てるが、事態は思わぬ様相を呈し始める、というような内容になっています。まあ、基本的にはこのブレッドと、トニーっていう二人の刑事が主人公で、そこにボーゲルマンっていう、まあ、敵役のキャラクターがいるんですけど、まあ、彼が持っている金塊ですね。まあ、途中で明らかになるんですけど、その金塊をめぐって群像劇的な展開にもなっていくというような作品になっています。まあ、このあらすじだけ聞くと、まあ、結構渋い犯罪映画なのかな、みたいな。昔からちょっとよくあるような設定だなと思うんですけど、しかし見たこともないようなフレッシュな作品になっているっていうのがこの映画の特徴ですかね。それではまずはネタバレを伏せた感想から入っていきたいと思います。そうですね、まあ1回目見た時に、あ、こういう地味めのやつが欲しかったんだよなみたいな感じで見に行ったんですけど、あれ、なんかそういう、まあ、ある種犯罪映画の典型的なやつなのかなと思って見に行ったんですけど、こう見たことないような感じだなと思って、しかもなんか説明のできない凄みみたいなものがあるなっていうふうに思ったんですよね。で、2回目見たんですけど、今回、まあ確かに、まあその1回目見た説明のできない凄みみたいなのはまた感じましたし、それでいて、
あ、これはやっぱ傑作だなっていうふうに確信しましたね。もう多分この2010年代を振り返って犯罪映画の歴史を記述するっていうふうに、まあ後年になった時にこのブルータルジャスティスは一つ入ってくるタイトルなんじゃないかなっていう気もしてますね。でも何がすごいんだっていうふうに言われると、こう説明に窮するみたいな部分もありまして、まあ、前半はあのあらすじにもあったんですが、そのある種の時代に取り残された2人の中年ブレットの方は、まあもうすぐ60にもなるって言ってるので、あの初老に差し掛かってると言ってもいいと思うんですが、その2人の男たちの、まあ、ウェルメイドな悪徳警官ものと言えなくもないんですが、中盤以降なんじゃこれっていうですね、まあ、ちょっとジャンル的にくくるのが難しいような展開にもなっていくんですよね。言ってみればエス・クレイグ・ザラ監督の個人的な作品世界に、まあ、中盤から突入していくというようなことも言えるのかなっていうふうに思うので、ではその中盤以降に起こるものは何なのかって言われると結構説明が難しいっていうタイプの映画なんですよね。ただ、それを説明するのが僕の仕事かなと思うので、まあ、ネタバレありの感想パートの方では、まあ、その第3幕、第2幕、第3幕以降ですかね、真ん中以降の話っていうのを一つテーマとして取り上げたいと思います。まあ、その説明のしにくい映画だということなんですけど、けど面白い。でその面白さというか、まあこの映画を一言で表すとするなら、まあ、一言じゃないんですけど3つのキーワードで表せるのかなというふうに思っていて、一つは、まあ、先ほどから出てますけども、時代に取り残されたバディものであるっていうことで、もう一つはライオンっていう、まあこれもライトモチーフとして繰り返し出てくる、まあ、そんなには出てこないんですけど3回繰り返されるモチーフで、もう一つはまあ暴力、まあ、これは演出面での話なんですけど、まあ、非常に暴力描写が突出しているというか、まあ、非常に個性的な暴力描写をやってますよね。まあ、その3つのキーワードで今回は語っていこうかなと思っています。まあ、ちょっとその暴力っていう観点で言うと、あ、そうか、まあ、ちょっと一つ、警告というかですね、言っておかなければいけないのは、まあ、この映画非常に僕はおすすめなんですが、暴力描写がそもそもちょっと生理的に無理っていう方は、まあちょっとあんまりおすすめできないかなっていう感じがあるので、そこはちょっと注意していただきたいですね。まあ、ただ、後でもうちょっと詳しく説明するんですが、この映画結構そのショッキングな暴力描写っていうので話題になったんですが、そこまで、直接的な暴力っていうのは、いや、あるか。まあ、いくつかありますね。ただ、イメージほど2回目見たときはそんなにきつくなくて、何がじゃあでもそんなきつく感じられるのかって、その演出部分で結構その、直接的になんかグロいものを映すっていうよりは、なんか精神的に残酷な部分があって、その精神的な残酷さみたいなのは、まあ、ちょっとまた後々触れてきますね。まあ、そういうちょっと物語を途中から置き去りにしてしまうぐらいの突出した暴力描写があるんですが、そういった部分は、まあ、ニコラス・ウィンディング・レフン監督のドライブっていう映画があるんですが、まあ、これはゲッタウェイ・ドライバーものなんですが、それとかもうちょっと前だとマイケルマン監督のヒートとか、あれも第3幕の戦いがすごいですけど、ああいうものをちょっと連想させるような映画でもありましたね。ただその二つの、まあ、テンションの高さに比べるとすごく静謐というか、まるでこう照明の落とされた美術館の中で工芸品の展覧会を見ているような、そういう静けさすら漂っている暴力映画なんですよね。その不思議っていうところもちょっとの後々どういうことなのかっていうのも語っていきたいと思います。まあそうですね、ネタバレなしで言うと、まあそのザラ監督の個性みたいなところが、まあ、ミッドポイント以降っていうんですかね、真ん中以降のところでどんどん炸裂していくんですけど、まあ、それをちょっと予告的にどういうものなのかっていうと、不条理なまでに思想だったり感情だったり、まあ、およそ人間にとって価値があるものっていうふうに考えられている目に見えないものすべてが全く通用しない、そういう非人間的なある種の真空地帯とても呼ぶべきものというか、そういう世界に入っていくんですよね。まあそれは初見の時も感じたんですけど、まあ見ながらこう一体どこに俺は連れて行かれるんだみたいな、そういうその物語構造そのものが読めないみたいな、そういうスリリングな感覚っていうのを味わいましたし、その感覚はマーティン・マクドナー監督のセブン・サイコパスとか、
3ビルボード見てた時もそういった感覚ありましたが、まあ、マクドナー監督も2010年代の、まあ、ハードボイルド映画の可能性っていうことで言うと触れたい監督ではあったんですけど、これも結構歯応えがあるので、まあなかなか取り扱えてないですね。まあ後々やっていきたいですけどね。3ビルボードとか僕結構好きなんで。はい。まあそういう意味で、こう、まあ既存の枠組みから外れた映画スタイルではあると思うんですよね。なので、まあなんでこれっていう感覚がありつつ、でも面白いなっていう、まあ映画かなと。で、まあこの31回から40回のテーマである新しい可能性、犯罪映画の新しい可能性みたいなことを、まあちょっと今回真面目な話が多くて恐縮なんですけど、そういうことで考えると、まあなんだこれっていうところからやっぱり新しい可能性っていうのは生まれていくのかなっていう気もするし、独特すぎて10年後20年後もなんだこれっていうままで終わる可能性もあるかなっていう、まあどっちの可能性もあるかなって気はするんですけど、まあつまりこの感じをエスクレグザラ監督しか再現できないみたいなところもあるんですけど、まあさっき挙げたマクドナー監督だったりニコラス・ウィンディング・レフン監督だったりもそうなんですけど、まあそのまあザラ監督も含めてその3人は結局すごい可能性も持ってると同時に、なんかその人たちにしか出せないみたいな、まあ個人的な作家性みたいなものもすごいあるんで、まあそこはどうなのかなって思いつつ、でもやっぱりそういう新しい可能性みたいなものはなんやかやそういうなんだこれっていう、まあ既存の枠組みから外れてるから新しい可能性があるわけで、まあそういう記述できなさみたいなところから出てくるのかなっていうふうに思いましたし、まあ、僕がこういう番組でやって一生懸命こう作品に粘着してネチネチ語る価値っていうのも、まあそういう可能性を頑張って言語化するみたいなところにあるのかなっていうこともちょっと思いましたね。はい、それではここからネタバレパートに入りますので、ちょっと今回はですね、あの作品のまあ展開に深く関わったというか踏み込んだ話がたくさん出てくるので、ネタバレがちょっと無理な方はご注意ください。はい、それでは今回は、時代に取り残されたバディ、ライオン、暴力の3つのキーワードからブルータルジャスティスというこのつかみにくい作品について迫っていきたいと思います。まあ、まずはその時代に取り残されたバディっていう観点から入っていこうと思うんですが、まあそれをどういうふうに描いているのかっていう部分で、基本的には第1幕目のダイアローグでそれを表現していて、まあダイアローグっていうのはその2人の会話のことなんですが、まあ、非常にこの会話がうまいですよね。で、そのうまさとか、まあどういうふうにその取り残され感みたいなのを表現しているのかっていうのをちょっと具体的に見ていこうかなと思います。まず、まあ、具体的なダイアログを、聞いていただくのがいいかなと思うので、ちょっと、まあ、まず冒頭のところで、麻薬を、その、まあ、密売人みたいなやつの部屋に押し入って押収するっていうシーンが終わった後の、まあ、ダイナー的なところで、あの、朝ごはんを食べるっていうシーンがあるんですけど、まあ、そこでの会話をちょっと、あの、引用したいと思います。短い会話ですね。で、ブレットとトニーがいるんですけど、ブレットはブ、トニーはトと省略したいと思います。引用します。ブ、この歌詞は男女、これあの店内で流れている BGM についての会話ですね。と、さあな。ブ、最近どっちでも同じか。と、境界線が曖昧に。私たちは妊娠したと夫が言う時代だ。店員、モーニングです。と、どうも。ここで二人の携帯が震えます。と、警部は思わせぶりだな。ブ、ちょっと、これは店員を呼び止めてですね。持ち帰るようにしてくれ。店員、わざわざ運んだのに、容器に詰めろって。ブ、そうだ。店員、容器をお持ちします。ここはすごく、あの、嫌そうに言ってますね。っていう、まあ、短い会話のシーンなんですけど、まあ、まず、テクニカルな部分で言うと、まあ、三人劇。トライアローグっていう技法を使ってるんですけど、これはですね、ロバート・マッキーっていう人が書いたダイアローグ、小説、演劇、映画、テレビドラマで効果的な会話を生み出す方法っていう、まあある種のハウツー本があるんですが、その中で触れられている技法で、まあ三人劇って言っても三人のその登場人物を出すっていうことでは必ずしもなくて、二人の会話の中に第三者的な存在を出すっていうことなんですよね。例えばその夫婦喧嘩をしているシーンに、なんだろう、まあなんか、その日のなんかご飯が美味しくなかったみたいな感じで、ご飯についての話をする
っていう、まあ、ご飯っていう第三者的な要素を出して、そのことを通して、まあ、二人の、この夫婦喧嘩的な、まあ、夫婦の仲が悪くなってんだな、みたいな関係性を、こう、暗示するみたいな手法があるんですけど、そうすると、直接二人でなんか、その、なんでしょうね、その自己目的化した夫婦喧嘩を、型通りに描くよりもリアルな感じがするっていう、まあ、そういう描写なんですけど、ここでも、まあ、この二人が、まあ、その時代に取り残されているってことを表現しようと、していると思うんですが、それを、なんでしょうね、抽象的な話題じゃなくて、今この店内で流れている BGM について議論をするっていうことを通して表現していると。で、そういう、まあ、ある種の具体化の手法が使われてるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、それによって、こう、非常に生々しい感じというか、まあ、キャラクターのその、地に足がついた感じが出てますよね。このモーニングのシーンに関して言うと、やっぱりその、はっきり、その、悪口を言わない。こう、キョトン、二人でキョトンとその戸惑っているっていうところで、ある種その時代的な部分にうまくバランスをとっていると思いますし、まあ僕的には、まあ二人に別に同意するわけじゃないけれども、でもやっぱりその、まあこの後のシーンで補足されるように、こうどうしたらいいかわかんないんだなっていう、その、時代に対してどうしたらいいかわからないっていう感覚は、やっぱりその、どういう立場の人であれ、やっぱり今を生きているその全ての人が感じている感覚なんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。やっぱりこう、どういうふうに振る舞えば正解なのかっていう 100% 正解を分かっている人間って今一人もいないと思うんですよ。で、そのことに対する強い不安っていうのが、その時代的な、こう、まあ、ある種の時代精神みたいな感じでみんなが共有していて、ただやっぱその、どの立場でもやっぱりそのどうしていいか分かんないっていう不安感っていうのは共通してるんじゃないかなっていうふうに思っていて、で、ブルータルジャスティスは、こう、その感じをうまくダイアログで、まあ出せてるのかなっていうふうに思いましたね。まあ物語の構造も含めなんですけど、まあこれはある種フィクションのマジックというか、面白い部分だと思いますし、まあ、僕も最初ブレッドとトニーはまあちょっと嫌なやつだなとか思ったんですけど、でもだんだんこう二人にこう同情していって、最終的には、二人の行く末に涙を流したりとか、非常にこう感動したりとかもできるわけですよね。やっぱそういう違う人間に感情移入させるっていうのもまあフィクションの力かなって思いますし、まあそうさせるような、こうテクニックっていうのをいろいろやってるのかなっていうふうに思いますね。はい。で、もうちょっとテクニカルな部分で言うと、まあそのアクションパートにも通じる部分なんですけど、基本的にはその事務的な会話の中だったり、物語と関係ない雑談の中に急にその政治的な話題が入ってきたりとか、あるいはその物語が動くような会話が入ってきたりとか、そういういろんな要素が会話の中でシームレスに入っているっていう特徴がありますよね。そういう部分があるので、いつこう物語が動き出すか、例えば急になんか近所のお店のなんか話、新しくできた店の話をしてたと思ったら、張り込みをしていた密売人が来て、あいつが来たぞみたいな感じで物語が動いたりとかっていうことがまあたびたびあるので、雑談をしてる間もいつそういうことが起きるのかなっていう感じがあるので、非常にこう、まあ、ある種ジムジャム主的なというか、オフビートなスローで進む会話にもかかわらず、ある種のサスペンス的な要素にもそれがなってるという感じもしますよね。で、その雑談、事務的な会話、プライベートの会話、また雑談みたいな、そういうこう独特の流れっていうのが、まあ単にそのプロットのためだけに機能しない、そのリアルな会話感みたいなのを出してて、まあそれが、まあある種一番特徴的といえば特徴的なのかなっていう気もしますよね。やっぱりそのハリウッドの脚本美学で言うと、まあ全部がそのプロットに奉仕するっていう、ダイアログを作るっていうのが良くて、まあでもそう感じさせないようにしつつ、こうキャラクターを表現したりとか、物語を進めたりとか、設定を処理したりとか、まあ基本的にはどのダイアログも物語と関係があるってことが良しとされてるんですけど、まあさっきのロバート・マッキーさんのダイアログの中でも、サブテクストが重要だみたいな話が何回も出てきて、サブテクストっていうのはまあその会話の表面上には現れてない物語の進行だったり、まあキャラクターのその内面の動きの進行のことですよね。で、そこから照らして会話が変じゃないようにっていうのを常にこう管理しなさいってことを言ってるんですけど、でも、全然関係ないというか、まあそのキャラクターの心理を別に表現してるわけじゃない雑談みたいなのもブルータルジャスティスでは多いんですよね。
でもそのことがかえってすごいそのリアルな手触りのあるキャラクターになってて、まあ感情移入をどん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 誘うっていう作りもにもなってるのかなと思いますね。で他にもいろいろ言いたいことあるんですけど、まあでもそういう会話の抜き差しというか、まあ関係ない話と非常にシリアスな話っていうのの移行の仕方とか、あのバランス感覚がすごいいいなって思いますし、すげえしょうもない会話してんなって思いつつ、でもなんかその、まあ、トニーに対してブレッドが、まあ、なんで、密売人の金を横取りするみたいな、まあ、そんなのね、まあ、犯罪ですし、警察官としてありえない行為なので、なんでそんなことするんだって問われて、まあ、自分自身の窮状を訴えるシーンとか、まあ、非常に切実なものありますし、逆にトニーが、まあ、その、彼女との関係性で、まあ、指輪を渡そうと思ったけど、でもなんか、断られるかもって初めて思ったみたいな、自信をなくしてしまったみたいな会話とか、非常にこう、シリアスな会話もあって、まあ、ある種そこで素直にキャラクターのその内面を表現してるんだけど、そういう部分もまあ、しっかり感動的で、単にそのオフビートな会話だけっていうわけじゃない、ちゃんとその物語に奉仕する部分というか、まあそういう基本的な部分も、非常にまあ胸に迫るダイアログもありましたよということもちょっと付け加えておきたいですね。まあその皮肉な雑談との対比が逆に非常にこう胸に迫るものを生んでるのかなっていう気もしますよね。はい。で今回はちょっと他にもいろいろ喋りたいので次のトピックに行きましょう。次はライオンっていう観点なんですけど、なんじゃそりゃっていう感じなんですけど、どういうことかと言いますと、ブレッドとトニーのその警官組とは別にですね、ヘンリーっていう、これはアフリカ系アメリカ人だと思うんですが、まあ彼の、まあこの人が中盤以降の展開と絡んでくるんですけど、その人の視点っていうのも入っていて、まあ実は最初のファーストシーンはこの人の視点から始まるんですけど、まあ何かの罪を犯して刑務所に入っていて、あ、弟を守るために、なんか弟がその、いじめられっ子じゃないですけど、まあそう、ちょっとそういうところがあって、それをかばうためになんかいじめたやつをボコボコにしたみたいな話だったかな。そんなことも言ってた気がするんですけど、まあそれか何かしらで刑務所に入っていて戻ってくるっていうところからまあ始まるんですけど、で、まあ非常に家族を養うためにお金がいるっていうので犯罪計画にまあ巻き込まれていくっていうか、まあ自分から入っていくんですけど、まあそういうところで、まあ犯罪者なんですけど、非常にその弟のイーさんのことを可愛がっているというキャラクターですね。で、久々に二人がまあ、兄貴のヘンリーがまあ刑務所から戻ってきて再会して、で、弟がそのゲームがすごい好きなんですよね。で、その弟と一緒にまあゲームをするというシーンですね。ここでライオンのイメージが出てきます。二人がプレイしているゲームがショットガンサファリという、これは架空のゲームらしいんですが、そういうゲームをやっていて、まあ、なんかサファリパークというか、草原の中で、こう、ライオンとか猛獣が次々襲ってくるのをハンターが、それを撃つみたいな、いわゆる三人称視点の、TPS 視点のゲームなんですけど、まあ、それが結構唐突な感じで出てくるんですよね。で、それから、まあ、もう一つライオンのイメージが出てくるのが、さっき言ったブレッドの側の視点なんですけど、ブレッドと、まあ、その不良に嫌がらせを受けている娘がいるんですが、サラっていう名前なのかな、その娘のサラと、ドキュメンタリーを見るっていう謎のシーンがあって、そこで見るのがライオンの親子のドキュメンタリーなんですよね。リビングルームのテレビで2人で見るっていうシーンがあるんですけど、これは流れ的にはブレッドが、まあ、そのまた娘が嫌がらせを受けたっていうので、なんかコーラかなんかをぶっかけられるんですけど、道を歩いてたらいきなり。で、それをまあ慰めるために、ちょっと、ライオンの番組やってるぞって言って、娘を誘って、まあ一緒に見ながら、大丈夫かみたいな感じで声をかけて、まあ平気っていう風に、まあ、サラは答えるんですけど、明らかに平気そうじゃないみたいな、そういう短い会話をするっていうシーンなんですが、まあそこで娘のサラは、まあ、ライオンの親子を見て、子供の時は可愛いっていう風なセリフを言ってますね。でも、ライオンの番組やってるぞっていう誘い方、たびたびこういうライオン好きっていうことなんですかね、娘は。すごい設定ですけどね、もう。結構ドライなその犯罪映画なんですけど、急にこういう描写が入ってくるっていうところが、まあ、ちょっと、サラ監督のシュールな感じというか、面白いところなんですけど、
で、まあ、今順番にライオンの描写がどういうイメージで出てくるのかっていうのを見ていってるんですけど、もう一つはまあこれラストシーンになるんですけど、ラストシーンはですね、まあその、まあこれすごいネタバレになるんで、ちょっと本当気をつけていただきたいんですけど、ラストシーンではまあさっき触れた兄弟ですね、ヘンリーとイーサンの兄弟がまた出てきて、で二人でもう一回ショットガンサファリのゲームをやるっていうシーンが出てくるんですよね。でヘンリーが何もかも変わる前にやったゲームのことを覚えてるかっていうふうに聞いて、ジャングルの段あるかっていうふうに聞くと、まあ弟の方がショットガンサファリって聞いて、準備はっていうふうに聞くと、ヘンリーがいいぞライオンを狩ろうって言って終わるんですよね。まあこれが映画の最後のセリフになるんですが、はい、まあその3つのシーンでライオンのイメージが出てきます。まあこれが何なのかっていう話なんですけど、なんで急にライオンっていう話なんですが、まあ単にその小道具としてまあ出したかったっていうわけではないと思うんですよね。なぜならそのヘンリー視点だけじゃなくてブレッドの方にも出てきますし、まあさラストシーンにそれを置いているので、まあもう一回そのヘンリー視点でライオンのイメージを出して、そこである種のアークというか、まあその変化を出しているので、まあ意味のない描写ではないと思うんですよね。で基本的にはまあこのショットガンサファリというかですね、まあライオンのイメージっていうのは世界観を説明したものと言っていいと思うんですよね。でヘンリーはかかってこいサファリなんていうセリフがあったりとか、まあ弟とゲームしている時にそのライオンを撃つことに非常にこう前のめりなんですけど、逆に弟の方はもし僕が歩けても本物の動物は狩りたくない、こんなのは金持ち白人の道楽だみたいなセリフがあったりとか、まあ結構消極的なんですけど、まあ基本的にはこのブルータルジャスティスで展開される不条理な世界っていうのをサファリパークに例えたものと考えていいと思います。でその兄のヘンリーの方はまあそのハンター側の視点でそのライオンイコール世界を最初のシーンでは見ていて、じゃあブレッドの方は何なのかっていうのがまあ若干謎なんですけど、まああれもドキュメンタリーをこう他者としてというか、まあちょっと文脈的にやっぱりその娘がまあその襲われてしまってこう非常に世界に絶望しているような、まあ奥さんも病気で働けないし自分も謹慎処分だしっていうこう絶望しきった状態でそのシーンが出てくるので、まあある種そういう自分にとって過酷な世界っていうのをまあライオン親子として象徴させているのかなっていう感じですよね、流れとしては。で最後もう一回そのまあ世界としてのライオンっていうイメージがショットガンサファリとして出てきて、まあ、ヘンリーはそれと戦う決意を新たにするみたいな終わり方でいいと思うんですが、ただ結構このライオンが何なのかっていうヒントの出し方が少ないので、まあどうとでも結構解釈できちゃうところはあるんですけど、まあ一つ補助線として入れられるのはエンディングテーマがそれこそショットガンサファリっていうタイトルで、なんか聞いたところによるとザラー監督自身が作曲してるらしいんですけど、まあ、その歌の歌詞の中で結構そのライオンとかハンターについての言及があるんですよね。でそれが割と補助線として弾けるんじゃないかなと思うので、まあ、その歌詞を一部見ていきたいんですけど、 Hunters chase their two-legged prey, can't stood in my way. These lions roar with gunpowder. Oh no, no, no っていう歌詞があるんですけど、ちょっと下手くそな英語で恐縮なんですが、まあ、ハンターは二本足の獲物を追っていると。で、俺の邪魔はできない。このライオンたちはガンパウダーの方向を上げるみたいな歌詞なんですけど、まあ、重要なことはですね、結構その、ハンター視点もライオン視点も出てきて、で、ハンターが追ってるのは、まあ、二本足の獲物ってことで、まあ、同じ人間で、で、この、two-legged prey っていうのが、まあ、these lions っていう風に、まあ、二行目では、その次の行では、こう、なってると思うんですけど、でそれがガンパウダーの、その方向を上げるっていうので、まあ、銃を持ってるっていうことの暗喩だと思うんですけど、だから、その、どっちも人間なんですよね、この歌詞の中では。
ハンターから見ればライオンは獲物だし、ライオンから見ればハンターは獲物だしっていうような関係が成り立つっていうことをまあ表現しているのかなっていうふうに僕は、まあ、この歌詞を見て思いましたね。なので、まあ、つまりハンターっていうものも考えてみると狩る存在だし、ライオンっていうものもまあその動物界の中ではそのある種の食物連鎖の中で頂点に立つ存在なので、まあ両方捕食者なわけですよね。で、どっちが死ぬかわからないこう戦いをしているっていうようなまあ世界観をまあライオンのイメージで伝えようとしているのかなっていうふうに思いますね。なのでその、まあ、頂点が存在しない弱肉強食の世界みたいなことですかね。つまり普通の食物連鎖だったら頂点がいるんだけど、まあ、ハンターとライオンっていうどちらも狩る存在っていうのがいることによって、こう誰が死ぬのかわからないみたいなそのカオス的な状況っていうのをまあこの犯罪映画の世界にイメージとして重ね合わせようとしているのかなと。まあ、だからそういう意味で言うと、最初そのショットガンサファリのゲームをしているシーンではヘンリーはそのハンター視点で、で、まあ、ブレッドがそのドキュメンタリーを見るシーンではハンターが出てこなくて、ライオンを見てるんで、なんとなくそのヘンリーイコールハンターで、ブレッドイコールライオンなのかなっていう風にも見えるんですけど、まあ、あんまりどっちがどっちってことを気にしなくてもよろしいっていうことなのかなっていう風に僕は思いました。つまりその、互いから見れば、まあ、どっちも、その自分はハンターだし、どっちもライオンだしっていう風に思ってるっていうか、まあ、どちらもその、イコールの存在というか、まあ、両方とも狩る側の存在であって、まあ、どっちが死ぬかわからない、そういうサバイバルゲームをしているっていうような世界観かなと思いますね。これがシンプルすぎて結構わかりにくいかなと思ったので、まあ、ちょっと、僕なりに解釈を示してみました。はい、最後、暴力というキーワードで、ちょっと見ていきたいと思うんですが、まあ、基本的にはその、第2幕、まあ、どこを第2幕とするのかっていう、この映画その3幕理論がちょっとそのまま適用しにくいところもあるんですけど、まあ後半の展開についてのコメントっていう感じなんですけど、まあ今回はちょっとネタバレありでいくので、がっつり、まあ最後の展開についてちょっと触れちゃうので、まあ繰り返しになりますけど、ネタバレがちょっと無理な方はご注意ください。で、ブレッドとトニーがですね、まあそのボーゲルマンっていう非常にこう、まあ、大金を持っている麻薬密売人を、まあ、張り込みして追って、で、どうも新たな犯罪計画を立てているらしいってことが中盤で分かって、それを追っていくと、まあ、銀行強盗を彼らがしていることを目撃するという展開になって、で、そこで回収した金塊を、まあ、また尾行して追って、最後対決するっていう、まあ、そういうシンプルな流れなんですよね、この映画の流れ自体は。で、その、どうも、何か新しい犯罪をするらしいぞっていうのをその車に乗っている中で気づくシーンで、トニーがですね、こういうセリフを言います。俺たちはグレーな領域に向かっていると。まあ、これは移動し始めたボーゲルマンの車を追いつつそういうことを言うんですけど、まあ、第1幕あたりなんですけど、こっからですね、それまでのバディモノ的な、まあ、ノリから全く予想のつかない何かみたいな、ものが始まるんだよっていうその開始宣言とも取れるセリフなのかなっていうふうに思いましたね。まずはですね、ちょっと暴力描写のザラ監督の癖というか特徴みたいなものをつかみたいので、まあ一つボーゲルマンの手下のですね、ブラックグローブっていう役名になってるんですけど、まあ、黒手袋っていうことですよね。黒い手袋してる、まあ顔を完全に隠してるんで、ブラックグローブ、グレイグローブってやつがいるんですけど、まあ、手下 A、手下 B みたいな感じなんですけど、まあ、その手下 A の方のブラックグローブのコンビニみたいなところを強盗するっていうシーンがあって、まあ、これなんで強盗してるのかよくわかんないんですけど、まあ、多分、銀行強盗する用の車を入手する用の資金を集めてるのかなみたいな感じなんですけど、まあ、そういう説明のないところもまた怖いんですが、ちょっとどういうシーンなのかっていうのをご説明したいと思います。はい、まずは、被害者になるですね、店員側の視点でスタートして、ぼーっとですね、コンビニの店内で、まあ誰もいない店内なんですけど、まあ店内にあるモニターみたいなやつでニュース映像が流れてて、そこでまあアンソニー、トニーですね、トニーとブレッドがまあその容疑者に、まあ、乱暴な捜査をしているっていう映像が流れていて、それを店員がぼーっと見上げています。で、ここはまあそういう風に報道されたんだよっていう説明にもなってるところがちょっと上手かったりするんですが、でそこにですね、突然全身黒ずくめで目出し帽だけ被った男っていうのが、銃を持って入店してきます。で、この、まあ、これがブラックグローブなんですけど、まあ、子供投げにゆっくりと、その、まあ、店の前にかかっている、
縦看板っていうか、まあ、なんかその掛け札みたいなやつを、オープンからクローズドの方に変えます。で、不意にですね、5秒でレジの中身を出せという風に言って、急にカウントダウンを始めます。まあ、ここも結構ザラ監督好きなのかなって思うんですけど、カウントダウンが異常に短いんですよね、全員。20秒以内になんとかしろとか、いや、その無理無理無理、20秒じゃ無理みたいな、すごい焦らせるんですけど、ここも5秒でレジの中身を出せみたいな。短って感じなんですけど。で、そこで、まあ、店員が焦って、バチ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 って何回もその、まあ、レジを開くボタンなんでしょうね。早く開け、早く開け、みたいな感じで押して、ギリギリで、はい、どうぞみたいな感じで開いたと思ったら、タバコみたいなことをブツブツ言いながら、謎の、まあ、普通のお客さんが一人入ってくるんですよね。で、それを、引き合いになるんですけど、ちょっと店員、ブラックグローブ、新しい客っていうのが3人映る引き合いになって、ブラックグローブが、その、入店客に、2発発砲します。で、足に2発当たって、男は倒れます。で、振り向きざまにすぐにショットガンを構えていた店員にも2発。で、先に撃たれた客の方が、プリーズ、プリーズっていう風に命乞いしてるんですけど、それの頭に1発。で、ここは本当にゆっくりと気だるげな動作なんですけど、ためらいもなく、撃っています。で、そこから、まあ、レジの金を回収して、カメラらしきものを破壊して、で、ドリンクを冷やす冷蔵庫みたいなやつが、入り口脇にあるんですけど、それにも、なぜか乱射。そして、入り口脇のスナックの棚にも、なぜか乱射。そして、帰っていく。っていうシーンなんですよね。はい。まあ、結構、その短いシーンなんですけど、むちゃくちゃ印象に残る、まあ、暴力シーンになっていて、まあ、特徴がいくつかあるので整理したいと思うんですが、まあ、これ結構、なんでしょう、他のシーンでも繰り返されるんですけど、わざわざ初登場の被害者側の視点を出してきて、そこにふっと映るっていうことをやってるんですよね。まあ、このシーンではその店員のセリフとかは特にないんですけど、まあ、その銀行強盗、この後にある銀行強盗のシーンでは、むちゃくちゃ長く、その銀行の、まあ、その産休で休んでいた女性の銀行員が、久々に復帰する。赤ちゃんからなかなか離れられなくて、その銀行に出勤しようとするんだけど、戻ってきて、で、夫に、いやでも働かなきゃみたいな感じで、その押し問答を何回かして、でもちょっと一回だけでいいから赤ちゃんを見せてみたいな、その、なんだこのやりとりみたいなのをやって、やった後に、まあ、その、まあ、要はたっぷりその銀行員の人生を見せた後に、その人が無残に殺されるっていうのをやったりとか、まあ、そこに多分、ザラー監督というか、まあ、この映画のその暴力性みたいなっていうのは一番感じられて、まあ、その銀行員が死ぬシーンは暴力描写自体もなんか結構エグいんですけど、ただそれ以上に、やっぱりその人の人生をむちゃくちゃリアルに見せるっていうのをやってるとこだろうなと思うんですよね。それが無残に砕け散っていくっていうところが、まあ、この人の世界観の、まあ、特徴的なところだし、まあ、精神的にバイオレントというか、嫌なところですよね。このブラックローブのシーンではそんなにやってないんですけど、わざわざその、店員が、その、店員側の視点でスタートするっていうところに、まあ、ちょっとその、まあ、共通したテクニックを感じますよね。で、あと、お客さんがタバコみたいな感じで入ってきてそれが撃たれちゃうっていうのもまあ結構嫌な感じなんですけど、その第三者が乱入者として来て、それによって膠着状態が解けてボンって暴力がこう爆発して、でまた膠着状態に移るみたいなのが結構第三幕でも繰り返されるんですが、まあそういうようなちょっと癖があるのかなっていう気がしますよね。あとは、まあ、迷いのない殺しですよね。まあ、これは本当になんか特徴的で、まあ、まずそのブラックグローブ、グレイグローブっていうその名前のない感じ、まあ一応名前あるけど、まあ、なんか被害者側の人生を分厚く、描くのに、その対比として、その悪役の3人はすごい匿名的な存在っていうか、まあ、ボーゲルマンだけ名前あるんですけど、そのキャラクターも含めて全くバックボーンが語られないし、すごい非人間的なものとして描いてるんですよね。その怖さみたいなのがすごいあって、やっぱ悪役、でもそれって一歩間違うとすごい記号的な悪役になっちゃって、まあ、いわゆるダメな、その、はっはっはっは、お前を殺してやるぜ、式の悪役というか、その物語に奉仕するためだけの記号的なキャラになりがちなところを、なんかそうじゃなくするのがすごい上手くて、匿名的で怖いけど、妙に生々しいっていう、そういう実在感がある怖さをすごい出しますよね。
で、それが何なのかっていうのを考えるのもちょっと面白いかなと思ったんですけど、時間がないので、まあ、また今度別の映画でその悪役論みたいな話もしたいとは思います。どうでしょうね。まあ、近年って言い切ったらいいのかわかんないけど、悪役にもやっぱ説得力を持たせるっていうのは、まあ、合言葉のように言われてきたけど、そうじゃない悪役の見せ方をしてるっていうところも、ちょっと可能性としては、まあ、持ってるのかなと思いますよね。あと、その日常的な雰囲気からシームレスにバイオレンスへと移行するっていう、タバコみたいな感じで、その、何の罪もないおじさんが入ってきて、パンパンって撃たれるまでの、その、シームレスかつタイムレス、その、間がないんですよね、そこに移行するまで。その感じがすごく怖いし、スリリングでもあるし、まあ非常に特徴的なのかなっていうふうに思いますし、まあダイアローグの分析のところでも言ったと思うんですけど、会話のテンポに似てると思うんですよね。やっぱその雑談をしてたところに、不意に、今俺はこういう状況でみたいな真剣な会話が入ってきたりとか、あ、車が動いたみたいな、その物語が動くものが入ってきたりとか、そういうそのシームレス感とやっぱり似たテンポを持ってますよね、その暴力描写に関しても。はい。で、ちょっと暴力描写の、展開見ていったんですが、で、まあその銀行強盗の後にボーゲルマンたちが、まあ金塊を回収して、それをまあ、なんでしょうね、逃走用の車に乗り換える、まあ中継地点みたいなのがあって、そこがまあ、人が全然いないちょっと郊外みたいなところなんですけど、そこに、ブレットとトニーが合流して銃撃戦になるみたいなシーンが、まあ、第3幕に当たるんですけど、ここがやっぱりものすごくて、つまり物語としては、まあ、ただそのボーゲルマンとブレットとトニーと、まあ、あとヘンリーもここで出てくるんですけど、ヘンリーはあのボーゲルマン側の一味として働いて、で仲間割れみたいな感じで、まあ、三つどもえ状態になるんですけど、まあ、ただそれだけなんですよね。複雑なこと全く起きてなくて、ただそれだけなんだけど、ものすごいいろんなことが起きてるような感じがするんですよね。で、一つにはそれは2台の車を挟んで銃撃戦が行われるんですけど、で、そのスリル感もすごいし、で、そっから相手が、車で、まあ、あれはガレージ、まあ、近海じゃない、逃走者が隠してあるガレージに行こうとしてなのか、車を動かそうとすると、ブレット側も車を動かして、相手の車に横っ腹からぶつかって、車が横倒しになるんですよね、相手のボーゲルマン側の。で、もう一回距離取って、銃撃戦に戻るみたいな、その、いわばそのアクションシーンの枠組みになるような、ルール変更っていうのが結構頻繁にあるっていうところが、物語自体は複雑じゃないんだけれども、まあ、シーンは複雑っていうんですかね、そういうなんかアクションの見せ方みたいなのをしてて、それがすごいなって思いましたね。まあ、って言ってもそういうルール変更も何回もできるわけじゃないし限界あるんですけど、それなのにやっぱずっとすごい緊張感があるのは、やっぱりその膠着状態をメインに据えたアクションなんだと思うんですよね。その、まあ、車と車でこう距離を空けての、まあ、トニーがその、ライフルを構えての、まあ、銃撃戦なんかも、こう、射角的に相手の弾は当たらないけど、こっちの弾は当たるみたいな距離にいたりとかして、まあ、でも装備的には相手の方が有利だから、ブレットのたちは動けなかったりとか、そういう、非常に膠着状態を描くのがうまい。で、その膠着状態から、まあ、第三者の、まあ、さっきのコンビニのお客さんじゃないですけど、まあ、ちょっとまた変化が起きて、で、また、膠着状態に移って、何が起きてるんだかなんか二人で、こう言い合ったりとか、そういう、パターンっていうのが見受けられますよね。で、そういう膠着状態が長いので、アクションシーンの中にもかかわらず、オフビートな雑談ですよね。それまでやってたみたいな雑談も挟まってからのまたシリアスな会話へっていう、その、以降も非常に、まあ、今までのリズム感と似てますよね。あとはまあその通常の映画のキャラクターアークで言えば、まあ、そのアクションシーンを通して、例えばブレットのまあその旧態依然とした価値観が壊れて、まあ、自分のその家族のことだけを考えていたのが誰かのために、まあ、ヘンリーだったりトニーだったりをかばうみたいな風になるのか、まあ、トニーがブレットを
かばうのかわからないけど、まあそういう人間的な成長みたいなもので描かれるんですけど、そういうものが一切ないんですよね。人間がやっぱりその最初から最後まで一貫して変わらなくて、そこがまあこの映画の非常にスリリングなところで、こう人間を立体的にキャラクターのセットアップやりつつ、でもそのセットアップした人間同士がただぶつかる、物理的な空間の中でただぶつかる、でそこになんか善悪はなくて、ただその物理的条件が悪かった方が負けていくっていう異常なそのドライさっていうのが、まあそこがこの第3幕で起きてて非常にフレッシュな部分なんじゃないかなと。反三幕理論的というか、まあ、反映画的な部分があるんじゃないですかね。でやっぱそのドライさをその支えているのは、まあ、膠着状態のそのルール設定のうまさだし、それがただ打ち合ってるだけとか、その曖昧な空間把握だったら成り立たないと思うんですけど、その物理的な戦いだけで進むっていうのが、でそこが非常にその細かいシーン展開というか、まあ、戦いのルール設定みたいなことを細かく設定しているので、それが成り立ってるっていうのもあるかなと思いますね。あと、その、まあ、トニーがやっぱりその、被弾してしまって、その場で、自分の彼女にプロポーズしてっていうか、まあ、その場に行く前にプロポーズしてるんですけど、その彼女からの、まあ、留守電での返事を聞くっていうシーンが、まあ、ここが非常に何とも言えないエモーショナルさがあるんですけど、まあ、正義だったり愛だったり、人間的な目に見えない人間が大事にしているものっていうのが、まあ無残に砕かれていくっていう、まあ反ドラマ的っていうのかな、まあそういうものがなんか現実に打ち勝つっていうのが普通のドラマだとしたら、そうじゃないこう悲劇みたいなものがまあ描かれていて、その彼女からの返事っていうのが具体的にどういうものだったのかっていうのは観客にはわからないようになってるんですけど、トニーがそれを聞いて期待していた答えじゃなかったっていう風に言って、ブレッドがもう壊すかって聞いて、スマホをその拳銃の重傷っていうか、そのグリップの部分でガンガンやって壊すっていうシーンがあるんですけど、あれはなんかなんか死にゆく人間に対してその場でできる最善のことをでもしてるのかなっていう、一緒になってなんだよこの世界畜生っていう愛情の形っていうか、なんか本当に人間的なものが全部否定されていく映画なんだけど、そのなんか逆説的にブレッドのその人間的な部分が最後に一かけらだけなんか輝くみたいな感じがして、そういうなんか逆説的な美しさがあるシーンでしたね。でなかなかスマホが壊れないとかもすごいリアルだなって思ったし、普通だったらすんなりこのベキャって壊れる小道具用意するじゃないですか。で、2、3回壊れないんですよ。あ、今のスマホって結構硬いんだなとか思わせたりとか、なんだよそのリアルさみたいな。まあそういうところもなんかこう変なリアリズムっていうんですかね。なんか徹底してますよね。はい、ちょっとまあ結構取り留めもない感じになってしまったんですが、ちょっと最後にまとめ的なことをしたいと思います。まあそういう人間的な価値観みたいなものが否定されていくっていうのが、まあ第3幕、第2幕のまあ後半ぐらいになると思うんですが、まあその先にあったものっていうのは、まあちょっと難しい言い方にはなりますが、他者と他者との膠着状態なのかなと。まあこれはブレッドがライオンのドキュメンタリーを画面の奥にいるものとして、こう距離を置いて見ていたのと同じような形で、車と車を挟んで相手が、あいつら何してるのかなみたいな、こう、のほほんとした会話を結構してたりとか、命を懸けた戦いの中で、そういうですね、戦ってるんだけど、相手のことは全然わかんないっていう、まあそこも結構怖かったりするんですけど、そういうですね、まあ、まるで画面の奥の、ゲームの奥のライオンだったり、ドキュメンタリーの奥のライオンだったりを撃つようにじっと相手を観察して、理解もできないまま撃つ。そういうような、まあアクションシーンになってるのかなと思いますね。そういう風に考えると、この映画って他の誰かを、別の誰かが遠くからじっと様子を伺っているっていう描写ばっかりなんですよね。ブレッドとトニーも基本的にその車の中で張り込みして、ボールゲルマンがどう出るのかっていうのをじっと待ってるだけですし、ヘンリーの側もやってることといえば、ボーゲルマン一味として見張りですよね。ボーゲルマンたちがやってることを見たりとか、後ろからつけてくる車がないかとかを見たりしているっていう、
で最後もヘンリーは、まあ、そのボーゲルマンとブレットたちを戦わせて遠くからそれを見ているというようなことをやっていて、まあ、言ってみればその暴力それ自体っていうよりは暴力と暴力の間にある非常に静かででも予想がつかないそういう膠着状態の時間みたいなものをメインに据えたアクション描写っていうのをやっているのかなっていう風な気がしますね。ただその膠着状態っていうのもまあ予期せぬ第三者みたいな、まあそのヘンリーが実は隠れてたりとかするように、まあ実はその一対一の関係だと思いきや、まあ三すくみだったりするんですけど、そういうような第三者っていうものが出てくることで、まあ対決する人間同士とは無関係に世界っていうのは動いてるんだなみたいな、そういうドライな世界観っていうのも感じますよね。つまり人間 A と人間 B は本当関係ないし、関係なくただなんだこいつって思いながら殺し合ってるし、そして人間 A と人間 B と世界も関係ないっていう、その殺し合ってる都合に合わせて世界は動いてくれなくて、なんかすごい変な横やりが入ってきたりとか、そういうことが起きるっていう、まあ世界観を作っていて、そういうなんか構造というかアクション、まあアクションを通してそういう構造を提示している映画って見たことないんで、まあそれを可能性と言っていいのかどうかわかんないですけど、まあ、ザラー監督だけがそれを理解している、本当に理解して、あの、作品にできるんじゃないかっていう気もしますけど、まあそういう、この映画の後半を見た時に感じるフレッシュさっていうのはそういう部分にあるのかなっていう、まあ僕なりの一つの解釈ですね。で、そしてその、人間 A と人間 B が全く理解してなくて、変な、静かな間が流れてて、で、急にそれが破られるみたいなのは、第一幕目のその、ダイアローグのパートでもそういうテンポで描かれてるし、暴力シーンも、そのシーン単位で見るとやっぱりそういう風にできてるし、そのブラックグローブのシーンとかですね。それが、まあ第3幕では、そのシークエンス単位で行われてるっていうことですかね。だから結構、マクロにもミクロにもこういう、まあ構造っていうものを、まあブルータルジャスティスは、品質させているのかなと、そういうような解釈ですね。はい、ちょっと今回は難解になってしまいましたが、なんかうまく説明できなかった感じがしますが、映画自体は普通に面白いので、暴力描写が大丈夫な方はぜひ見ていただきたいですね。それでは今回はこのあたりで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。